はい、皆さんおはようございます。ルルさんです。今日はですね、菊池の方に、プチツーリング、行きたいと思います。はい、菊池の方にですね、まあ抜けるときに、極紫グリーンロードだったかな、すいません名前ちょっとうろ覚えなんですけど、まあいい抜け道がございまして、でその途中にですね、あの水源と、あとその水源の水を使った、山上の釣り堀があるということで、そちらに行きたいと思います。山上ちょっと楽しみですね。その場でちょっと塩焼きとかもしてくれるらしいので、まあちょこちょこっと行ってちょっと釣って、遊ぶっていうことができそうなんでですね、行きたいと思います。お、看板見えてきましたかね。菊池グリーンロード、広域ロードですね。こちらに入っていきます。ここから右、あ、四季の里極紫とかもこっちだっけ。前なんか赤骨くんがなんかカンガルーかなんか見てたような気がすんな。あれ、こう左なんで、こっち、あれあれ、あっちじゃないの。あれ、なんだろう、菊池グリーンロード行くもんだと思ってたら違う道をナビされた。ちくしょう、さすがさすがさすがグーグル先生だな。おい、左、全然こう、なんだろう、グーグル先生のせっかく菊池グリーンロード来たのにそれをまるっきり無視するこのルーティング。いやでも、あ、おお、あ、でもいいや、この景色はいいっすね。わー、いいね、いいね、いいっすね。川、山、谷じゃない、田んぼ、あ、こういう景色が見れるならいいや。いやー、落ち着きますね。こういうちょっとした川で水浴びじゃねえや水遊びとかすると楽しいんだろうな。やっと思ってた道に来ましたいや、最近も走ってた道も何度か通ってるんですけどね、菊池グリーンロードとは違う道でしたこれは多分菊池グリーンロードだと思うんだけど、まあ、あの僕が思ってる菊池グリーンロードです。あの景色が良くて走りやすくてっていう道ですね。こう谷間っていうか、ちょっとした山荘のワインディングみたいな感じですね。ここ好きなんですよね。のんびり走るもよしですね、まあ、ちょっとだけ、こうカーブにこう力入れてもよしですね。団子、あ、だこ汁定食、あ、そろそろだ、そこの定食屋さんと釣り堀がセットだ、確か。もうちょいだな。あ、ここだ、ここが釣り堀ですね。どうしよっかな、先にお参り行くか。あの若き水源というところがございまして、そこの水がですね、あそこの釣り堀に使われているというので、まあ、まずは水源行きましょう。そんな離れてないはずなんだよな。もう多分この辺のはずなんだよね。ここで目的地左側ですって言われたんですけどね。またグーグル先生やった気がすんな。よし、行け。これだ多分。はい、というわけで若き水源とおぼしき場所に来ました。ちょっと怖えなこれ。大丈夫だな。大丈夫だった。
はい、なかなか綺麗ですね。で、すごい幻想的。熊本名水百選って書いてありますね。あ、やっぱここだ、若木水源。おお、あ、すごい、なんかお祭りしてある。よっ、これだ。で、水神様ですかね。あ、柄杓もありますね。お水も飲める。じゃあちょっといただいていきましょう。ちょっとお金は後で入れましょうね。よっ。はい、じゃあお水いただいてみましょう。若木水源のお水ですね。あ、美味しい。ちょっと硬いのかな。でもなんか甘みがありますね。まあ、この硬水軟水ってこう飲んだ時の感覚で言うかどうかわかんないですけどね。なんかちょっと硬いイメージでした。よいしょっと。はい、というわけで若木水源でした。次はですね、この水源の水で、養殖されているヤマメを食べに行きます。どぶれい、よいしょと、右左板、危ない危ない、よいしょ、よいよ、おー、いい天気になってきた。ここから下に100メートルか200メートルぐらいのところですね。釣り堀です。よいしょ、はい、着きました。釣り堀、駐車場こっち、ここでいいの、行き過ぎた。はい、というわけで釣り堀に来ました。もう家族連れの方が何人か来てらっしゃいます。現在10時なんですけど、で、竿100円、餌100円、で釣れた分だけ持ってって、で、あの料理をしてもらえると。料理に関しては1匹400円500円ぐらいだったと思います。でもう釣ったら放流しちゃダメということで、食べる分だけを釣ってくださいということでした。じゃあ早速やっていきましょう。はい、餌は練り餌なんですね。で、仕掛けは、延べ竿、浮きもなし、たらし釣りですね。釣れるのかね。鯉がいるのが嫌だな。あ、取れた。すぐ食うな。底合わせでいいのかしら。あ、おお、釣れた釣れた。ああチキショ、2、3匹釣れりゃそれでいいんだけどな。すれ針、あ、すれ針だこれ。すぐ上げないとダメですね。あ、あ、そう、ゆっくりしてるとダメだな。食うのはめっちゃ食うんだよな。よっ、よいしょ、よし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 、上がった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 、上がりました。ニジマスかな、ニジマスだ。あらら、よしよし、はいはいはい、ヤマメヤマメヤマメ、ニジマスばっかりだな。よっ、よっ、よし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 、はい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 、2匹目、ここニジマスだな。はい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 、あと1匹、ヤマメを釣って帰りたい、ヤマメを釣りたい。いるのはいるんだよね。ただその前に落とせるかどうかで、そいつだけを狙えるかどうか。よっ、よいしょ、ニジマスだ。あ、これ綺麗なニジマス。よしよしよ、もっと釣りたいですけどね。食べる分だけ釣ってください。食べる分だけ釣ってくださいという話なので。うわ、ちょ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 、お前ら、待て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 、
よいしょよいしょ、いやうわ何もかもびちゃびちゃになった。はい、というわけで蛍ヶ池自然釣り堀センターでですね、ニジマス、ヤマメ釣れなかったっす、ニジマス釣って、塩焼きにしてもらって、食べてきました。いや美味しかったっす。ただあのヤマメ食べたかった、いたんですけどね、ニジマスが貪欲すぎて全部邪魔してくれました。はい、ではですね帰り、ずっとですね菊池グリーンロード菊池グリーンロードって行きがて行ったんですけど違いました。僕が好きな道は、この熊本県道、329号線かな、この道でした。なので、この道を楽しんでいこうと思います。はい、というわけで菊池プチツーリングでした。まあ若木水源でお水もらって、でその若木水源の水で、養殖された魚を釣って焼いて食べると、まあ、ちょっとですね値段張りましたけど面白かったです、楽しかったです、美味しかったです。まあ、またですね、あの辺確かキャンプ場があったんじゃなかったかな、でそこもですねちょっと行ってみたいなと思っております。はい、というわけで本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。では